温泉街ゆだま医師薬指導の足湯、大和二町地域交流センターはにかむ、大和に温泉は、青森県南津軽郡大和二町にある温泉。消化器病、外傷、神経痛、リウマチ、貧血、皮膚病、婦人病。駅周辺から東へ向かって、日向川沿いに温泉街が広がっている。大和に温泉スキー場も近く、スキー場近辺にはホテルが立ち並ぶ。 温泉街には9つの共同浴場が存在する。共同浴場とは別に、大和に温泉、温泉もやしが温泉街の名物である。窓か里市商人により研究年間に発見されたと伝わる。江戸時代には津軽藩の当治場として津軽市の歴代藩主も訪れ、おかり屋と呼ばれる館が設置された。また、江戸時代には津軽地方の人々の療養の場として広く利用された。 昭和28年6月、碇ヶ関温泉と共に、大和に碇ヶ関温泉郷として、県立自然公園に指定された。江戸時代に発行された、諸国温泉行動館にも、大関、関脇などの番付とは別の行事として、熱海温泉と共に掲載されている。また西の前頭として記載されている、津軽創立の湯は、大和に温泉北側の倉館町エリアの旧名である。 1989年、バブル景気の時代を反映した大型リゾート施設、スパガーデン・ユートピアが開業したが、バブル景気が崩壊した1996年に、休業し、運営主体の第3セクターが事実上破綻。施設は再開されることなく長い間廃墟となった。大和二町では、2019年、施設の解体に向けた調査を開始する。大和二温泉には、 江戸時代より伝わる、大和に温泉もやしという長さ30センチメートルほどの大豆もやしが存在する。大量生産されるもやしの多くが水耕栽培であるのに対し、大和に温泉もやしは30センチメートル程度の穴を掘った室の中で土壌にハッシわらワラで遮光、保温して一週間停止この室の地中には温泉のパイプが通っており、地中の温度は 摂氏25度程度に加温されている。水やり、収穫後の洗浄においても温泉水を用いる点も特徴的である。栽培に使われる豆は小八豆という在来種の大豆であり、栽培農家で代々受け継がれている。江戸時代には、広崎藩への献上品とされ、ご当地七草の一種として七草が湯に入れるなどして食べられた。庶民の間ではわらび、吹き、 全米などとともに、毛の汁などの具材として食べられた。生産農家の高齢化に伴い2004年には4件まで生産者が減少したため断絶の危機にさらされている食材である。2011年に大和二町で後継者を募集するなど温存に努めており、2014年現在では7件まで回復している。スキー場への交通の便は無料送迎バスが運行されていたが、 昨今においては冬休み期間中しか運行されていないため、自家用車か大和に温泉駅からタクシーもしくは路線バスでしか行くことができない。ふるさとの文化遺産、郷土資料辞典に、67ページふるさとの文化遺産、郷土資料辞典に、67ページふるさとの文化遺産、郷土資料辞典に、67ページ大和にのユートピア解体必須を 東欧日報。2019年2月23日閲覧。ABCD テレビ朝日。植栽の王国2014年3月15日放送より、広崎藩長日記には、セリ、ナズナ、フキノトウ、アオナ、オオマメモヤシ、ココロザシノハ、ハコベトの記述がある。ありがとうございます。